はい、皆さんこんにちは。今日は千葉県の成田市に来ております。こちらの成田市は千葉県の北部中央にございまして、人口は現在約13万人。もちろんこちらの成田市は日本最大の国際空港でございます成田国際空港を有し、古くは成田山新勝寺の門前町でございまして、町の観光客数は1年間で推計で約1300万人、宿泊客数も約300万人を記録しておりまして、日本屈指の観光都市でございます。いやー、私初めてこの成田市にやってまいりまして、なかなか大きな町、今見えております JR の成田駅とこちらのバスターミナルを挟んだ向こう側にございます京成本線の成田駅、成田山新勝寺の門前町として栄えた昔の町にはこんな感じで JR と京成本線が2つも駅がございまして、現在は朝の通勤ラッシュの時間帯でございますけれども、こんな感じで人がたくさんおります。地図で見ましてもこんな感じで JR の成田駅と京成成田駅は隣り合っておりまして、至近距離あちらの方に見えておりますのが京成本線の成田駅でございますけれども、こんな感じで人がたくさん、現代ではこんな感じで大変大きな町でございますけれども、昔のこの周辺地域というのは成田山新勝寺の門前町としては栄えておりましたが、この町の地域のほとんどは農業で暮らしを立てているような町でございまして、この町の人口が急増したのは1960年代からの高度経済成長時代や1978年に開港いたしました成田空港の影響が多いものでございます。こちらの成田市は県庁所在地であります千葉市から約25キロ離れておりまして、東京の都心へは約50キロから60キロメートル離れております。今調べてみましたら電車の時間だけを考えますと東京までは1時間ちょっとでございますので、通勤ができない距離ではございません。さて、駅前広場を歩きますと成田山新勝寺の門前町、ちょっと歩きますとこんな感じで少し観光地めいてまいります。こんな感じで門前の通りは一方通行になっております。セブンイレブンの看板も京都みたいな感じで、こんな感じで茶色の色、門前町はこんな感じで道がカーブしておりまして、昔の雰囲気が多分にございます。歴史的に見ますとこの門前町が栄えたのは江戸時代の中期でございまして、参拝者がだんだんと増え、飯屋や居酒屋などが次第に占領化していったそうでございます。記録によりますと1701年元禄時代には旅籠は一軒もない農村でございましたが、それから約150年後の天保年間には旅籠の数が32軒となっておりまして、タバコ屋や紙湯、提灯、ろうそく、傘、下駄屋などがありまして、江戸との間を結ぶ成田街道をはじめ、たくさんの街道が交差する、集中する交通の要所として見合ったそうでございます。明治時代になりますと、観光の振興に力を入れまして、交通の整備が急速に進み、それ以前は東京から成田までは片道2日の行程が必要でございましたが、乗り合い馬車の整備によりましてこちらの成田まで半日で到達可能になったそうでございます。鉄道も相次いで開通し、大正末期には成田駅の乗降客数は千葉駅に次ぐ千葉県第2位まで増加しました。この辺りには新勝寺の他にもお寺がたくさんございまして、こんな感じの道なかなかいいですね。なんかこちらにも説明がございまして、日本遺産北総4都市江戸紀行、江戸を感じる北総の町並みと書いてあります。門前町の成田も選ばれておりまして、この周辺には面白い町並みがたくさんございまして、城下町の桜、門前町の成田、商家の町佐原、そして港町銚子、江戸の時代になりますと日本の中心が東に移り、これら千葉県にある4つの町は利根川などの線によって江戸と結ばれ、現在でも江戸時代の雰囲気が濃厚な町として観光客の目を楽しませてくれます。いやー、そしてだんだんと門前町らしくなってまいりました。
こんな感じで新勝寺に行くには一回坂を下りまして、これが何とも言えない雰囲気、道は一方通行でございます。この辺りの雰囲気なんて本当に京都にあります清水寺の門前と同じような、そんな感じ。いや、なかなかいい雰囲気で結構楽しんでおります。いや、本当に古い建物がよく残っておりまして、いや、本当に素晴らしい風景。そしてようやくこの辺りから新勝寺の大伽藍が見えてまいりました。いや、少し映画のセットみたいな、そんな感じで、いや、いいですね。本当になんか観光に来た、そんな感じでございます。こちらにも大変有名な建物、よく見てみますと、こちらの建物は大野屋旅館という旅館のそうでございます。いや、本当に千と千尋の神隠しに出てきそうな、そんな感じの建物。で、ようやく到着しました。こちらが成田山の新勝寺、立派な山門でございます。いや、こちらの最初の門も本当に立派でございますけれども、その奥にございます門がもっと立派でございまして、いや、あれはすごいですね。本当になんか浅草の浅草寺のような感じで提灯もぶら下がっておりまして、わあ、これはすごい。本当にこちらの成田山新勝寺は真言宗の智山派の仏教寺院でございまして、智山派の大本山の一つでございます。本尊は不動明王でございまして、このお寺は不動明王信仰の一大中心地。そしてこちらのお寺の創建が天行年間940年でございますので、確か天行年間というのは平将門の乱があった時代でございまして、そんなに昔からこの地に鎮座されているのでございます。いや、本当に歴史を感じるような建物でございまして、どれもこれも立派。いや、こちらの成田山新勝寺は参詣者数において関東地方屈指のお寺でございまして、なんと2007年には初詣の参拝客数が約290万人を超えておりまして、この数字は明治神宮に次ぐ全国第2位でございまして、お寺に限れば全国第1位の参拝客数でございます。こちらの三重の塔、本当にすごいです。なんか近くで見ましたらこんな感じで絢爛豪華な彫刻がなされておりまして、三重の塔とか五重の塔といえば普通は木造の質素な感じでございますけれども、こういうのは初めて見ました。いやー、絢爛豪華。どうやらこちらのお寺は調べてみますと、やはり平将門の乱に関係があるようでございまして、親王と名乗りまして新たに朝敵となりました平将門を追悼するための祈願が行われまして、それがこちらの成田山の新勝寺の発祥の由来だそうでございます。そういった言われがこの成田山にはあるため、そのうち源頼義や源頼朝、徳川将軍家や水戸藩の藩主徳川光圀といった関東の有力武将の崇敬を受けました。